皆さんこんにちは。さあ始まりました KCN 情報発信スタジオケースター。この番組は生駒市にある KCN スタジオを情報発信基地として奈良県のさまざまな話題をお伝えする番組です。番組進行は私奈良康之と近藤彩香です。さて近藤さん、はい、早いものでね、今日がですね今年最後のレギュラー放送になります。あ、そうなんですか。はい、ね、いろいろありましたね今年も。そうですね、いろいろありましたけど、やっぱ今年はこのリモート収録みたいなのをさせていただいたじゃないですか。ありました。永井さん一人スタジオに残して、あとみんなお家からっていうなんか新鮮でしたよね。そうですね、それやっててね一番思ったのは、みんな家からやったから、はい、羨ましいな思いましたよね。いろいろありましたが、うん、まあ、今年らしいっちゃ今年らしいですね。そうですね。さて今回のピックアップザナラなんですけれども、なんとお休みさせていただきます。なぜなんですか、ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃいますよ。僕ら来てんのにお休みて。忘れてました。はい、ご紹介いたしましょう。はい、誰やったっけ。本日はご機嫌なり。いや誰でしたっけ。土方兄弟です。よろしくお願いします。全然ね質問の答えが合ってない状態でございますけども、名講義ですから。名講義、はいはい、あからずあかんな。あかんさが降りたんですから。で今回何しに来たの。今回はあれですよ、奈良マラソンのランニングイベントに参加してまいりましたよ。来ましたよ。走るの大好きでございますから。説得力なさすぎるわ。ほんま走ってまいりましたよ。あ、そうですか。じゃあ後ほどその運動はご紹介するということで、はい、わかりました。お願いします。さて今回もですね、生駒市の園芸店グリーンプレス山町さんのご提供でスタジオに鉢植えを飾っていただいております。この鉢植えは後ほどご覧の皆さんへのプレゼントとしてご案内しますが、その詳しい育て方を聞いていますので、こちらをご覧ください。今日のおすすめはハボタンの寄せ植えです。お正月を代表する植物で、花の少ない時期の花壇を彩ってくれる冬のガーデニングには欠かせない存在です。日当たりと風通しの良い場所で育ててください。耐寒性は非常に高く、屋外で冬越しが可能です。ただし寒風に当たり続けると葉を傷めてしまうので注意しましょう。ハボタンは乾いた土を好むため、1年を通して水やりは控えめで問題ありません。水をあげるのは土が乾いてからにしましょう。肥料はなくてもきちんと育つ植物です。追肥の必要もありませんが、本格的に成長する前に液体肥料を少々追加する程度で大丈夫です。いやー、お正月らしいですね。そうですね、まあ、来年も素敵な鉢植えに囲まれていい一年にしたいですよね、うん、はい、グリーンプラザ山町さんではたくさんのお花や観葉植物、お野菜の苗まで扱っておられます。園芸にご興味のある方はぜひお店にもお越しください。さて続いてはトピックスのコーナー参りましょうか。ゲストでは撮影クルーが奈良県各地を飛び回りまして、地域の話題をくまなく紹介します。あなたの身近な人登場するかもしれませんよ。出たいな。出たかったよ。ないやろ絶対。すいません、はい、黙っといてもらって。では入らせていただきます。はじめの話題です。市民が参加するファッションショーが開催されました。ご覧ください。12月13日、生駒市のびっくり通り商店街で生駒セレクトファッションショーが行われました。このイベントは生駒市の商店街などが地域の活性化を図ろうと開かれたもので、今年で3回目の開催です。近鉄生駒駅前のびっくり通り商店街には、長さおよそ30メートルのレッドカーペットが用意され、生駒市内のブティックの洋服を着たプロモデルや市民参加のモデルがランウェイでウォーキングを披露。そしてスペシャルゲストとして招かれたタレントのシルクさんもランウェイを歩きました。その他にも公募や SNS で集まった市民によるファッションコンテストも開催され、シルクさんや小紫生駒市長も審査員を務め、盛り上がりを見せていました。そしてコンテストの表彰式では、グランプリに輝いた受賞者へトロフィーと記念品が渡され、温かい拍手を浴びていました。
感じがすごく好きで、よく友達と着物と洋服のミックスで遊びに来させていただいてるんですけども、なんかそういう大好きな街を盛り上げるお手伝いが少しできたのかなと思うとすごく嬉しいです。やはりね、生き生きとされてるということが今回も分かりましたので、コロナということで皆さんね、家におられる機会が多い、でもこういう洋服を着ることで一歩前に出られる、まあ、そんなきっかけになったかなというふうに思います。はい、そんなファッションショーでした。本当に悩みました。直前まで悩みました。この企画というものが認めてもらえるかどうか、でもやっぱり商店街の方も認めていただいて、こういうふうに、ね、させていただきましたので、本当に感謝いたしております。さあ、こちらのファッションショーなんですけども、新型コロナウイルス感染症の対策をしっかり行った上で開催されたということなんですね。はい、しかもね、私実はこの第1回目のイコマセレクトファッションショー参加させていただいているんですよ。それ何、モデルさんとしてロケで行かせていただいて、近藤さんもどうぞということで、私もお洋服をお借りしてお化粧していただいて歩いたんです、あのランウェイ。すごいね、普通やったら断るけどね。やりますやります。どうでした。いや、なんかいつやっぱお買い物で歩いてる道を、このレッドカーペット引かれることによって雰囲気がガラッと変わりますし、みんなが私が歩いてるのを見るんですよ。なんかすごいなんか高まりますし、なんか一緒に出てた奥様方とかもモデルさんとしてね、地域の方も出られてるんですけど、なんか私が一番綺麗になった気持ちでなんか出てた、歩いてたっていう話聞いて、なんかいいなと思いましたね。さあ、続いての話題です。子どもたちが毎年楽しみにしている年末イベントの話題です。ご覧ください。12月16日と17日の2日間、奈良市の奈良文化サロンでクリスマスパーティーが開かれました。このイベントは英会話教室で講師を務める先生がボランティアで企画したもので、今年の新型コロナウイルスの影響で楽しみが減ってしまった子どもたちに冬のイベントを楽しんでもらいたいという主催者の思いが込められています。パーティーではクリスマスオーナメントを作りました。子どもたちは世の中が落ち着いたらやりたいことを考え、英語でオーナメントに書き込みます。子どもたちの希望には遊園地に行きたいやマラソンしたいなどがありました。マラソンって書いてますね。その後シールやリボンなどで飾り付け、最後にトップの星をつけて完成です。思い思いの気持ちが込められたクリスマスオーナメントが出来上がりました。クリスマス会の最後はプレゼント交換です。子どもたちはどんなプレゼントが入っているかワクワクしながら袋を開けている様子でした。クリスマスっていうとやっぱり子どもたちプレゼントもらえると思うので、すごくワクワクする時期だと思ってるんです。なのでその時期にクリスマスパーティーをして楽しい、思い出作りをしてほしいと思って開催しました。本当にいつどんな時でも楽しむ心を持ってほしいなと。本当みんな楽しそうに飾り付けでも真剣にしている顔を見れて、もう僕自身もすごく嬉しく思いました。さあ、クリスマスパーティー、やはり大人数でね、みんなで集まってワイワイっていうのは今年はちょっと難しいかなと思うということで、今回は少人数制で2日間に分けて開催されたということなんですね。でもね、クリスマスっていう響きだけでも楽しいですよね。やっぱあれね、嬉しいよね、なんか聞いたらね、ほんまに今も見てたけど、マスクの代わりにね、ヒゲでちゃんと感染症対策もできてましたし、ほんまにできてた、それは。ヒゲの多分ね、下にもちゃんとマスクされてたと。あ、してたんですか。ダブルでございます。ただのプレゼントだけほんまに自分が用意したやつ戻ってきそうな人数ではありましたね。まあ少人数でしかないですよ。来年は参加したい。いや、お前は無理や。無理ですか。大人すぎる。そうですね。はい。無駄な30秒です。ありがとうございます。以上、トピックスのコーナーでした。KCL 情報発信スタジオ、ケスター、まだまだ続きます。黙っといてや。ありがとうございます。おいしいが詰まった奈良食めぐり伊藤菓子。この番組では奈良にあるおいしいグルメスポットをさまざまなテーマに合わせてたっぷりご紹介。リポーターは私、木戸ゆうきが担当します。
伊藤お菓子を見れば食べてみたい、行ってみたいグルメに出会えること間違いなし。奈良食めぐり伊藤お菓子、お楽しみに。さあ続いては奈良の気になるスポット、人物のこと、奈良県出身リポーター奈良での目線で紹介します、ピックアップザ奈良のコーナーです、はい、では七方兄弟よろしくお願いします。はい、うん、今回もですね、奈良マラソン実行委員会が主催するランニングイベントに参加してまいりましたよ、はい、ということで、はい、過酷なね、はい、高窓山アニアンマラソンから始まってね、違うそれはないよ奥山が、あなた山間違えただけやからね奥山ランニングね、はい、から始まって、このほら天理のロゲーニングも行きましたし、行きました行きました、はい、今回は10分の1奈良マラソンというのに参加してまいりました。わかりました。 VTR 見たらね、頑張ったか頑張ったか分かるんですね。そうですね、まあ、一目瞭然でございます。じゃあ早速行きたいと思います。いつもはですね、はい、こういうポーズ、行こうかとか、こんなポーズですね、はい、今回はもう走るんで、はい、もう特別バージョンでもうこう動かします。躍動感、はい、躍動感、はい、みんなで行きますよ、はい、それでは行きましょうか、せーの、走っとこ、ラン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 。近藤さんいなくなった。さあ今回は奈良電フィールド、奈良電アリーナのございます、奈良電力鴻池パークに来ております。うん、うーんって何やねん、うーんって。今日はこれあれでしょ、はい、中継じゃなくてロケということで。ロケですよ。なんかだからグルメ旅みたいな。行けるわけないやろ。お前の見た目見たら分かるでしょ、あなた。これひょっとしてランですか。当たり前、走る格好してるんじゃないですか。でもデート服なんで。何を言うてんねんな。もう本来ですね、今日、うん、奈良マラソンが開催される日だったんですけども、うん、今年は残念ながら中止ということで、はいはいはい、しかしですよ、うん、奈良マラソンの雰囲気をアトラクション感覚で楽しんでいただこうということで、アトラクション、そうなんですよ、大体10分の1サイズの奈良マラソンが開催されるわけなんですよ。奈良マラソンの10分の1ということは、はい、約950m。行くわけないやろお前。950で短すぎる。 4.2km です。 4.2km ですか。はい、走れますか。一番得意な。いや小学校の時も 4.2km 走1位やった。そんな聞いたことないよ。あなたちゃんと練習してきてるんですか。その 4.2km 走1位やったとか言うけど、まあ、家の中は毎日走ってお母さんに怒られてる。ほんならちょっと最後に、うん、このカメラに向かって意気込みをお願いしますよ。10分の1マラソン1位を取るのは誰だ。お前ではないわ。もうとにかく頑張りましょう。これ見て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 、有森さんのこの声援とかあるし、手間なんでどういうことなんですか。ちょっと待って、ちょっと待って、何何何してんの、何してんの、出禁にせなあかんやろ。嘘やろ、何してんの、走り屋やろ、走り屋走り屋。いやいや、今日は応援に行きましょう。どうですか、嬉しい、ありがとうございます。うちの相方さん、こんなまさか来てくれる思わなかったな。すごいね、今日さ、応援に行くから一緒に行けんかな言うたら最初、いやいやいや、おい。どうですか調子は。調子ですか。まあ若干ちょっとお腹の調子が悪いな。赤いやんかお前。さっきもトイレばっかりじゃん。でもまあまあ今日はでも体はスキッとしてるんで。ああ絶対これで走るよの。あ、じゃあ行こうか。せないと思わないよ。そんな何分言うと。何分で走りますか。いや分からないけど、どうなんすか。逆に何分で走れそうですか。いや、まあ、走りやから見たら。目標は30分ぐらいで。25分無理っすか。でも8キロでしは32やから。そこに計算式に8分でね、計算式に僕の体重の94キロを入れてもらってます。94かけてもらうんだから、かける94で、それ計算すると7時間ぐらい。そうでしょ。じゃあ30分目標に。わかりました、はい、頑張ろう。はい、わかりました、頑張ります。さあ間もなく11時ですけども、はい、今日はですね、うん、10時から14時まで1時間ごとに100人ずつ走りまして、なるほど、計500人が参加されているということなんですね。そりゃこんな楽しいイベントやもんな。そりゃそうです。まだ走ってないやろ。あ、もうランナーズ、はい、もう後ろにねたくさんの方いらっしゃいますけども、全員ライバル、ライバル。その中にあなた入るんですけど、ちょっと今の気持ちを聞かせてくださいよ。あ、もうとりあえずウォーキングアップバッチリ。全然言えてないやないかお前。喋れてないわ全然。ほんまはだいぶ緊張してるんです。気持ちいいですけどね、今始まって、ね、20m、30m でもうちょっと息切れ始めてる。さて、コースはですね、今兄貴が走ってる奈良電フィールドのトラックを一周して
さらにフィールドの外周を回って北条競技場、多目的グラウンドを経由し、敷地内のウォーキングコースを通って再びこの奈良電フィールドに帰ってきてフィニッシュです。まあ 4.2 キロなんですが、無事に帰ってきてくれることを祈ります。頑張ってる。早ない？大丈夫？もうちょっとかゴール。早ない？ちょっと早すぎへん？大丈夫？あの人。ちょっとガス欠になってきました。楽しいな。走るのは楽しいな。正直余力はないです。ただ途中でやめた、なんか警視さ外されそうな気するから、弟の分もやります。限界です。あ、来た。すげえすげえ、走ってる走ってる。おー、来た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 。頑張れ頑張れ。お疲れお疲れ。帰ってきた。ちょっと息なすごいやろうけど、ちょっと一言どうやった？最初の1キロぐらいでもう、うん、トイレ行きたなって。とりあえずゴールせなでけへんから、うん、帰ってきました。えらいな。よう頑張った。よう頑張りました。はい、ありがとうございます。よやったな、うん、お疲れさんお疲れさん、うん、いやお疲れさん。素晴らしい走りやったね。思ってたより早かったですよね。いや、ほんまに僕ももっと遅く思ってました。俺さ、あのさ、はい、もう走り出してから途中飯行こうまでって、はい、ダメですよ。そしたらあんた帰ってきて、ええー、思って。そうなんですよ、僕もね、行こうと思ってたんですよ。思ってたでしょ、はい、でもちょっと引き返してきて。うちのスタッフもみんなで行きましょうよ、はい、違うんですよ、あのね、走り出して分かったんです、はい、走り出したらね、僕お腹出てるでしょ、はい、お腹の重みで前へ前へ。ちなみに何分ぐらいだったんですか？タイムがですね、ああ28分45秒です。素晴らしい。僕言ってる。クリアや。そうなんですよ。順位は1位が負けないですよ。違うんですか？はい、全然違います。確かに前にいっぱいいましたもん。後ろほとんどおれんから。でもね、ほぼ思った以上に速くてよく頑張りましたよ。そうですね、うん、はい、コースはすごかったんじゃん。いや、アップダウン、うん、もうね、意地悪なコースでした。なんか奈良マラソン10分の1って感じしたんじゃん。縮尺って感じやったわ。あ、まあでも頑張りたいですね、はい、で途中で何かもらったんでしょ。何かもらうんでしょ。はい、うん、このね、うん、乾燥ぜんざいをいただいたんです。いやいやいや、でほんでね、ポケットに入れて、うん、走ってたらね、こうやってね、カッサ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 、これ、カッサジャナミの音するんですよ、うんうん、このリズムに合わせたらまた来るよ。バイバイ効果。はい、どんだけ早いの。最後のラストダッシュ行けました。あ、ありがとうございます。よかった。しかも今日はトークされてんね。いや、ほんまになんかね、いつもね、寝てるんちゃうかって思うぐらい。これからケースタの前で、あの4キロ走ってから。いや、ほんまにそうですよ。家から走っておいで。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。素晴らしい。10分の1ならマラソン完走でございます。素晴らしい素晴らしいよ。いや、もう永井さん、彩香ちゃん、応援ありがとうございました。いや、よう頑張ったよね。本当におめでとう。素晴らしい。もう絶対完走できへん思ってた。思ってました。しかも思ってたよりタイムも早かったし。そうか。だからね、あのね、ケースと始まってね、初めてね、本気出したんです。いや、すいません、今まで嘘気やった。今までは、はい、もう、はい、僕も驚愕の事実です。、はい、弟も驚愕の事実です。はい、あ、でも本当にもうやっぱ信じられへん。ちょっとやっぱ走り終わった後にね、はい、やっぱり若干の感動はありましたね。俺やれたなという。そうでしょ、うん、そうですよ。ありました。弟の僕もね、まさか兄貴がここまで頑張れると思ってなかったんで、はい、ちょっと感動しました。最後のね、V 見てたらね、はい、もうあのひろきくんめちゃくちゃ優しかったよね。そうですよ、ほんまに。恐れてるっていうの優しさ、はい、よう頑張ったな。兄弟の絆をこう VTR で見せていただきました。あの日が一番優しかったですからね。走り終わった後、はいはい、さあ、そして今ね、こう10分の1でね、はい、走りましたけれども、いよいよ来年奈良マラソン、まあ、行われる予定ですけれども、はいはいはい、それにはどうですか。今回走ってみて、来年チャレンジしますか。ラン。
どっちやねん。いやいやイエスでもいいやろそれ。僕がランと言ったのがやるときです。イエスということです。走るってことね。なんで解説言ってそれで。よくわかんないですよ。走りますか。走りますよ。でも当たり前の10倍やで。はい、あのだから必勝法があるんです。だから10倍でしょ、はい、で僕が今体重94キロをこれ減量して10分の1まで落とすと。なるほど。そしたら 9.4 キロやったら。いやいや子供やないか。行ってきます。じゃあ分かりました、はい、じゃあねその意気込みをカメラに向かって皆さんにお伝えください。はい、はい、皆さんアニヤのこと応援よろしくお願いいたします。はい、超絶シンプルでございました。まあね、あの来年も奈良マラソン実行委員会がいろんなイベントをね、はい、予定しておりますので、それにどんどん参加してもらって、はい、もうアスリートの、ね、体に 9. 点何キロかな、はい、4キロぐらいになるんかな、はい、やっていただきたいと思いますよ。やっぱりあのアニヤはね走ってる時だけ絶好調ですね。そうですね、はい、ということで、はい、以上ピックアップザ奈良のコーナーでした。さあそれでは続いては皆さんからお寄せいただいた写真やメッセージをご紹介するコーナー、その名もみんなのネキニュースです。ネキとは方言ですぐそばという意味ですけれども、皆さんのネキにあるお写真テレビでご紹介できますのでどしどしお寄せください。今回のベストショットはこちら、奈良市のペンネームみやびさんからいただきました。みやびさん京畑駅前京畑駅前を通ってびっくりしました。綺麗で趣のあるツリー発見です。暗い気持ちになることの多かった今年すっごく暖かくなれました。飾ってくださってありがとうございます。いただいてます。いや綺麗ねこれね、うん、めちゃくちゃ綺麗。はい、続いていきましょうか。はい、続きまして奈良市のペンネームイソフラボンボンさんからいただきました。イソフラジャパン、はい、ボンボンさん、はい、もうすぐ2020年も終わりますね。正月に向けて正月の寄せ植えを作りました。ほうほう、来年は平穏な年になるといいですねといただいてます。いやおしゃれな感じよね。めっちゃ綺麗ですね。アニヤ一言どうぞ。ラ何を言うてかけないイエスってことやな。それはよく分かれば続いてメッセージいきましょうか。はい、メッセージ柏市のペンネームホリボンパパさんからいただきました。ホリボンパパさんも待ってたで。この日は地元柏市関連の情報が多く非常に親しみが持てました。ありがとうございます。これからも柏市はもちろん県内のいろんな情報を楽しみにしていますといただいてます。そうです、前回ね柏市特集みたいな、はい、その前は田原本だったんですよね。あなたの町にも行きますんでね。はい、お楽しみにしていてください、はい、じゃあもう一つ行きましょうか。もう一つ行きましょうか。はい、こちらは奈良市のペンネームぶんちゃん、ふみちゃん、あやちゃんかなからいただきました、はい、ありがとうぞ。近藤さんのお肌がピチピチで綺麗です。永井さんとの息もぴったりで楽しんで見ています。永井さんはあ大丈夫です。いやすいません、呼んでください呼んでください。セクシーでいいだかっこいいです。すいません、そこ、二重線下に引いてさあこのようにメッセージいただきたい、はい、ありがとうね。どんな写真でも OK です。皆さんのベストショットどしどしお寄せください。応募はケースタホームページの投稿フォームからお願いします。私たちへのメッセージもお待ちしています。ベストショットを紹介させていただいた方にはケースタ特製巻き取りエコバッグを、メッセージを紹介させていただいた方にはケースタロゴ入りボールペンをプレゼントします。以上みんなのネキニュースでした。続いてはプレゼントのコーナーです。今回はグリーンプラザ山町提供スタジオを飾っていただいた鉢植えを1名様に、バンビシャス奈良提供1月2日3日に奈良電アリーナで開催される B2 リーグバンビシャス奈良対福島ファイヤーボンズの観戦招待券をペア3組6名様に、奈良クラブ提供前奈良クラブ監督の林真由紀さんが監修した戦術 T シャツを3名様にプレゼントします。ご応募はケースタホームページのプレゼント応募フォームからお願いします。またプレゼントの応募はハガキやファックス、E メールでも受け付けています。ご希望のプレゼント、ご住所、お名前、ご連絡先と番組へのご意見、ご感想、ご記入の上、皆さんぜひご応募ください。なお今回の当選の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。そして先週のプレゼント当選者はご覧の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さてケースタでは皆さんから情報をお待ちしております。地域のお祭りやイベント情報、地域で人気のあの人、あのお店、ネキニュース宛ての写真、私たちのメッセージなどなど、電話、ファックス、E メール、何でも OK です。皆さんからの情報をお待ちしております。さて、今日がですね、今年最後のレギュラー放送だったんですけど、はい、いかがだったでしょうかね。はい、そしてですね、来週の29日と1月5日は、年末年始スペシャルをお送りしますので。そうなんです。実はもう撮ってるんですけど。そうなんです。ちょっとで、その模様を少しだけ皆さんにはご覧いただきましょう。ケースタ年末年始スペシャル、じゃじゃーん、ほんまに、ほんまに、
はじめまして。レトロゲームで習ったぽ。いやー、これも本当にね、面白かった。楽しかった。これ間違いなく絶対ご覧いただきたいと思います。で、あのね、負けますと、罰ゲームとしてありまして、あの顔にね、墨でね、いろいろ塗られるんです。はいはいはい。さて、誰が塗られてるんでしょうか。もう今見たらもう分かるよな、最初は。誰やったっけ。あれはなぜか真ん中に映ってたの、漬物石ですか。違う違う、おい。まあ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 ね、誰か分かったかなって感じですけど、どういう風になったんでしょう。まだいっぱいゲームはね、はい、ありますから。そうなんですよ。なんか衝撃の展開になったりもします。そうここが面白いそういうことで、ね、さあ誰がね、顔に塗られてるでしょうか、はい、ねえ近藤さん、そうですね秘密ですけどさて、今年最後ということで、ちょっと一言だけ、はい、ひろき君、いやいや、今年1年もね、もうここにね、スタジオにも何回か呼んでいただいて、中継にもお世話になりまして、うん、また来年もよろしくお願いします。はい、はい、ありがとう。今日も一日やりきったよ。ようやく本気になったよ今日ようやく、ごめんなさい、無駄な15秒でした。ありがとうございます。さあ、それではお別れはこのポーズでいきたいと思います。ぜひ皆さんもよろしくお願いします。それでは参りましょうか。 KCN 情報発信スタジオ、ケータ、また来週お会いしましょう。さようなら。